はい、バスケットボールが始まります。皆さんは白いシャツの人のパスの回数を数えてください。ではスタートします。さて、パスの回数は、答えは20回。ところで、もう一つ質問です。何か変わったことに気づきませんでしたか？実は、カメラマンが写真を撮りながら画面を横切ったのですが、あなたに見えたでしょうか？このビデオは、認知心理学の先駆者、ウルリック・ナイサーの実験をもとに作られた周囲の錯覚を実証するものです。注意していないものは見えない、でも気がつけば見える、そんな見ることの不思議さを証明してくれる人がいるのです。